起きておったか。 百姓だけで侍が負けた相手に勝てる？すぐに分かる。あんたも酔った方がいいね。 ケンジのやつ、その日はわらじ一足で過ごしたんだ。<笑><笑>ひどいやつだ。<笑>母親のお気に入り、浴びるように飲んで、酒が切れると怒ってね、わめくんだ。私の茶はどこだって。<笑>それは苦労したな。 たかが6つの時腕を折られてさ、あの子は連れて足がちぎれるくらい走った。しばらくしてから知ったけど、野垂れ死んだって。姉として立派な行いだ。 大変だ。急ぐぞ。何があろうと逃げたりしないよ。堺様、姉さん、猛虎が。行くぞ。どこにおる？表門です。このままでは。止めなきゃね。クロード様だ。クロード様、お助けを。タカ、戦えぬ者を集め、館に入れ。みんな、館に逃げ込むんだ。急げ。門まで迫ってる。 敵だ！門が破られる！一所懸命だ！町に入った猛虎は一人として生かしておくな！敵を通すな！やめたい！見かけよう！うっ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 
猛虎が引いてく。これ式の戦いで引くとは魂胆は何だ。釣り出すつもり。いや、できる限り敵を遠ざけ館に逃げろ。俺は投石機を破壊する。私も行くよ。ならん。タカを見ている。まず一つ。壁が抜かれた。まだ手立ては残っておる。町に戻るにも難儀しそうだ。館のそばにおるぞ。Yeah!
かってこい。現れたか。己の首で恩賞をいただく。我が名は酒井仁。この島を荒らす異敵に天誅を与える者。己の血で畑を潤せ。黙れ手向け。己が得るのは六文銭だ。知れ事を。調子に乗るなよ。すぐに対馬を去れば情けをかけてやる。やりかを焼き尽くす。大勢を切り刻んだと誇っておったな。それもここまでだ。コスパイタキュンペン。コススタメカムカマシ。姉さん、町は守った。次は志村殿に加勢し対馬を守ろう。私らは侍じゃない。誰が猛虎を退けた。あの兵器に立ち向かったのは、槍川を守ったのは誰だ。俺たちだ。あんたたち黙って猛虎の好きにさせる機会。たとえ侍でなくともお主らは戦える。我らで異敵を打ち払い故郷を救おう。お主らも立ち上がれ。